ちょっとね、もうこういうレベルなんですよ。あのぜひダンスを教えてもらいたいなと思って。そう、あの私たちステージで、あのこういう感想だったりとか、前奏の時に少しステップを踏んだりして、すごい、あのお客さんに楽しんでもらえたらなと思って、いろいろ頑張ってるんだけど、なかなかねちゃんとしたステップを本当に知らないので、なんかサックスを持ってって動くことの大変さは多分、知ってると思うので、それを踏まえてなんかいいステップとかあったら、あとなんか教えてほしい。よく見えるステップとかコツとか。吹きながらですか？例えばスパークル最初16小節お休みがあって、でそこでなんかこう横に揺れるだけとかでもいいんだけど、かっこかわいく踊れる何かがあったらなんかステップの基本を。アイドルステップって言われるものはあるんですけど、それも、ちょっと知りたい。それはでもこうやってあのかわいい。これできるかな。なんかこうやって16ビート刻みくれて、上にピョンピョンしたらいいんだ。ちょっとあの初体験。ちょっとこうやって右からこうやってステップ踏むと、これアイドルステップですね。これアイドルステップって言うんだ。分かった。やばい、グルーブしちゃうんだけど。可愛くなんねん。グルーブしちゃうっていう。スパークルの前奏とかでこれできたりする？スパークルの16分動きってめっちゃ早くない？厳しいか。かわいい。せーの。できてんのこれ。なるので、その手が可愛すぎめちゃくちゃ可愛い。どうやったの？もうこうやって女の子らしく曲げて、こうやって横に、あとそう脇がめっちゃ締まってる。大事だわ。アイドルが使いますよ。勉強になりました。なお先生ありがとうございました。